おはようございます。はい、始めます。おはようございます。アメン。ハレルヤ。アメン。8月もだいぶ下旬になってきました。今日は8月23日ですね。あと1週間ちょっとで、もう9月になります。皆さん、この間のデビット・テラーの集会もありました。そしてその集会の後に大雨が降りました。先週の月曜日ですね。その大雨は、神様のその祝福だそうですけれども、日本が、この時期から大きく変わっていくと信じます。そして来月の9月13日もヨベルの年が始まる時ということで、私は本当に期待しています。ね、もちろんイエス様に期待しているわけです。イエス様が永遠の希望です。ね、イエスキリストに期待すること、信頼することが信仰です。そしてそのイエスキリストに会っていろいろなこうカレンダーに期待するわけですね。イエス様の再臨に期待します、ね。そしてイエス様のリバイバルに期待します、そしてこの終わりの時代の収穫に期待します。私たちは神様の御心を知っています。神様の御心に沿って歩んでいます。この世は、ね、神様と無関係で生きているんです。多くの人は神様に断絶しています。神様の言葉を聞きません。肉的に歩んでいます。しかし私たちはそうではあってはなりません。私たちはこの世の在り方から出て、目に見えませんが悪魔の国から神の国に移ったんです。目には見えません。以前は悪魔の国の住民でしたけど、今神の国の国民です。以前は悪魔の支配を受けていましたけど、今神様の支配を受けています。私たちは今、そのような、信仰によって歩んでるんです、ね。信仰によって歩んでいます。私たちは、この人類の歴史が神様の物語で、そして神様が、この宇宙を作り、地球を作り、すべてのものを作って、そしてこの神が作ったものの中で人間は神様に逆らって生きていますけど、その逆らっている人間を救うために一人子イエスキリストをこの世に送ってくれました。今から2000年前にイエス様が来られて、この2000年間皆さん世界史勉強しましたか？世界史勉強しましたか？イエスキリストを中心としてこの歴史が成り立っているんです。もう世界のあらゆるこの出来事の中でキリスト教の影響が、深く関与しています。この2015年というのもイエス・キリストが生まれてから2015年目ということです。何年かの誤差があると言われてますけど、およそ2015年ですね。そして今日は日曜日です。全世界的に日曜日は休日です。なぜ日曜日が、休むかというと、それはキリスト教の礼拝のある時だからですね。クリスチャンが日曜日に礼拝するから、それに、この連動して世の中も日曜日が休みなんです。アメン。そして1週間が7日のも7日だということも聖書のリズムだからです。私たちはそのように、キリスト教の影響を受けている文化の中に生かされています。しかし大事なのは、心がどうかということです。神様が求めているのは私たちの心の問題です。私たちが神様に聞き従うか、悪魔に聞き従うか、イエス様にを信じるか、自分を信じるか、神様は私たち一人一人の心をテストされているわけです。皆さん、アダムとエバが、
そのテストされて、その神様に従わなくて、エデンの園から追放されました。しかし皆さん、アダムとエバだけがテストされたのではありません。すべての人間がテストされているんです。すべての人間がイエス・キリストを信じるか信じないかとテストされているんです。アダムとエバは、ね、神様に従わないで、堕落してしまいましたけど、私たちは逆なんです。私たちは堕落している私たちがイエス・キリストを信じるか信じないかで救われるんです。それが回復です。アダムとエバは堕落です。しかしイエス・キリストにあるものは救いなんです。皆さん、神様は良い方です。すべての人にチャンスを与えてるんです。私たちの、その最初の人間であるアダムとエバはそのチャンスを逃してしまいましたけど、その子孫である人類はそのイエス・キリストにあってもう一度神との和解のチャンスがあるんです。皆さん、この、聖書の教えを皆さん、理解することが大事です。皆さんは、礼拝に参加して毎週毎週御言葉を聞いています。そしてだん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 分かってきていると思います。しかし皆さん、聖書のことというのは一回聞いただけでは分からないんです。3食の食事のように私たちは毎日御言葉を聞いて、毎日御言葉を聞いて、それでもですね、その理解が十分じゃないんです。本当に私たちは真理というものを身につけるためには、私たちは本当に熱心に上か分かないと分からないものなんです。一旦分かったとしても、もう一度それがですね、こう分かんなくなってしまうということもあります。信仰というのは、その固定されているものではなくて、命のものなので生きているんです。生きているということは、形になってないので、聖書は文字ですから固定されています。聖書は印刷されていますから読めば分かります。だけど私たちの信仰というのは心に御言葉を刻むわけです。心に刻むことというのは、一回じゃ刻めないということですね。私たちの心に御言葉が刻むためには、いつも絶えず聞いて、初めて心に御言葉が刻まれます。ですから、私たちクリスチャンは、まず御言葉に植え書く必要があります。真理を知りたい、真理を知りたい、もっと知りたい、神様のことを知りたい、真理を知りたいという、その植え書きが必要なんです。多くの人は欲に関心があります。この世のことに関心があります。しかし、神様が求めているのは、切に切に神を求め、御言葉を求めている人を求めているのではないでしょうか。皆さん、今本当に、日本が変わろうとしています。世界が変わろうとしています。終わりの時代です。イエス様の、予言は必ず成就します。終わりの時代の予言は必ず成就します。もう巷でも、ね、異常気象を感じてるでしょう。巷でもいろいろな災害に恐れてるでしょう。巷でもいろいろ伝染病とか、さまざまなこの問題が噴出しています。最近の世界の問題は、かつて経験したことがない問題が現れていると言われています。それはまさに聖書の予言通りですね。聖書に未だかってなかった苦難があると書いてあるんですね。未だかってなかった苦難がある。皆さん、聖書の予言は必ず成就します。イエス・キリストの言葉は必ず成就します。天地が滅んでも、天地が滅んでも、私の言葉は滅びない、私の言葉は滅びないと言われました。私たちは、そのイエス様の言葉に信頼します。イエス・キリストを信じるということは、イエス様の言葉に信頼するということです。イエス様の言葉に信頼します。評論家とか学者とか、ね、政治家の言葉に私たちは信頼を置きません。人間の考えに信頼しません。
イデオロギーに信頼しません。共産主義が失敗したのは人間のイデオロギーにを信じたからです。それが共産主義の失敗です。ファシズムも同じですね。ファシズムも独裁者の言うことを聞いたので失敗したのです。しかし、彼に信頼する者は失望することがない。皆さん、イエス・キリストの言葉に信頼することが、決して失望することがない秘訣です。皆さんは何に信頼を置いてますか？何に信頼を置いてますか？自分ですか？親ですか？お金ですか？この世ですか？いいえ、いいえ、イエス・キリストだけが信頼に置けるお方です。イエス・キリストの言葉だけが、永遠に残り信頼できるものなんです。皆さん、そのことをしっかり踏まえて会いましょう。アメン、アメン。はい、皆さんおはようございます。はい、ハレルヤー、ハレルヤー、アメン、アメン。いやー、もう夏もですね、夏がだいぶ峠を越したというかですね、本当に、夏の終わりが近づいてきてるんではないかと。秋ではもう立秋ということでね、秋というか小海上ではもう立秋ということで、秋のね声が聞こえてきつつあります。夜になるとスズムシとかね、そういった虫の音がね聞こえるようになってきましたね。もうこの、サイクルを作ったのは偉大な神様なんだということですよね。この、世の中のいろんな季節の移り変わりから何から、また1年が巡ってやってくる、またこの暑い時期がやってくる、ちゃんと暑い時期がまた来るんですね。そして寒い時期が来て、それが終わったらまた暑い時期が来て、セミもちゃんとそのサイクルを知っていて、セミもそうやって鳴くという、自然を作ったのは神様なんですね。そしてこの神様を私たちは信じることによって本当に励まされる、本当に偉大なパワーをもらうことができるわけなんですね。本当に感謝です。私たちは偶然できたわけではありません。の神様にあってですね、必然的にできたわけなんです。アメン。もう本当にですね、神様によって、もう祝福されて私たちは生きていくことができる。これはね、本当にね、感謝のことですよね。もう感謝だったらどうするんですか？皆さん、感謝の気持ちが湧き起こってきたらどうしましょう？感謝の気持ちが湧き起こったら賛美しましょう。もう本当に心の底から神様にありがとう、神様感謝します、言って神様に賛美しましょうね。さあ、それでは賛美しましょう。アメン。じゃあさあ賛美しようからですね、じゃあさあ賛美しようから歌いましょう。さあ賛美しよう、救い主イエスに。さあ賛美しよう、救い主イエスに。ホザーナ、たたえよう、賛美しよう、救いの愛は。ホザーナ、たたえよう、賛美しよう、救いの愛は。さあ
ア救い主イエスにホザーナ讃えよ賛美しよ救いの岩ホザーナ讃えよ賛美しよ救いの岩にもう一回さあ賛美しよ救い主イエスにさあ賛美しよ救い主イエスにホザーナ讃えよ賛美しよ救いの岩ホザーナ讃えよ賛美しよ救いの岩にアメン、アメン。さあセレブレートジーザスですね。糸高きところに栄光が。
糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が心に叶う人々にあるように。もう一回行きましょう。糸高きところに各自お祈りしましょう。ひとたFather Lord, we thank you Jesus. Thank you today Lord, Heavenly Lord, you are here again one more time again to seek and honor glory unto your dear Father God. We ask for your protection on behalf of this service, on behalf of this church this morning Lord. We ask for your protection. We ask for your covenant.Fill your heart with the Holy Spirit, Father. We ask for your forgiveness, Lord. We have sinners. I am a sinner before you, Lord. Forgive my sin, Lord. Whatever that happened in my life, Father, Lord, we need your assistance, your Lord. Oh, Jesus Christ of Nazareth. Oh, Lord of all Lord. Oh, King of all King. Oh, there's no one like you, Jesus. I thank you. I thank you for what you've done in my life. Jesus Christ, forgive me my sin, Lord. Sin that I've sinned against you, Lord, forgive me. Sin that I've sinned against man on earth, forgive me. All my iniquities before you, Lord, is all sin before you, Father, Lord. Wash me of my iniquities.Cleanse me of my iniquity, Father God. Let me go home like a brand new person today, Lord. Father Lord God, we thank you, Jesus. Oh, Lord of all, Lord. Thank you, Jesus.Father God, if you need to boy, Baba, Baba, Opiano, Opono, Ekinari, Ajime, or when we have any boy, Baba, Baba, we might know it's a great, Baba, no, Baba, you never, Baba, you go out with me, 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 Baba, you go out with me, now, Baba, 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 b aNo, no, yes, 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 yThank you, Jesus. 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 Forgive me my sin, Lord. Forgive me my sin. Forgive me my sin, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. Oh, Lord. Forgive me my sin. Forgive me my sin, Lord. I am a sinner before you, Lord. I need you to cleanse me of my sin, Lord. My eyes are open, my Lord.Oh Lord of all, Lord, King of all King. Oh, Jesus, 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 Jesus. Oh, oh Lord. Oh, there's no one like you, Lord. There's no one like you. Oh Lord. Ah. Oh. There's no one like you, Lord. There's no one like you. Come into my life again, Lord. Come into my life. Come into my life, Lord.Come into my life again. Oh Lord. Ito kakagi
ところに栄光が神にあるように、叶うから叶う人々にあるように。アメン、アメン、ハレルヤ、アメン、アメン。さあ4番ですね、4番。
あつも生きよう、主がおられる。主は今、主は今生きておられる。我がうちにおられる。すべては主の御手にある。明日も生きよう、主がおられる。最後、主は今、主は今生きておられる。我がうちにおられる。すべては主の御手にある。明日も生きよう、主がおられる。明日も生きよう、主がおられる。アメン。アメン。行きましょう。ホザーナ、ホザーナ、ホザーナ高らかに。ホザーナ、ホザーナ、ホザーナ高らかに。主よ、あなたの皆あがめます。賛美に満たされて、ホザーナ高らかに。ホザーナ、ホザーナ、ホザーナ高らかに。ホザーナ、ホザーナ、ホザーナ主の皆を褒めたたえよう。心満たされ、賛美に満ちあふれ、ホザーナ主の皆を。一番、ホザーナ、ホザーナ、ホザーナ高らかに。ホザーナ、ホザーナ、ホザーナ高らかに。主よ、あなたの皆あがめます。賛美に満たされて、ホザーナ高らかに。ホザーナ、ホザーナ、ホザーナ主の皆を。ホザーナ、ホザーナ、ホザーナ主の皆を褒めたたえよう。心満たされ、賛美に満ちあふれ、ホザーナ主の皆を。ゆっくりいきましょう。ホザーナ、ホザーナ、ホザーナ主の皆を。ホザーナ、ホザーナ、ホザーナ主の皆を褒めたたえよう。心満たされ、賛美に満ちあふれ、ホザーナ主の皆を。ホザーナ、ホザーナ、ホザーナ高らかに。ホザーナ、
Hosanna, Hosanna, takarakani. Shuyo, anata no mina agamemasu. Sanbi ni mitasarete, Hosanna takarakani. Shuyo, anata no. Shuyo, anata no.皆あがめます賛美に満たされてホザナ高らかにアメンアメンアメン主に感謝ですアメンアメー主に感謝です主よありがとうございます主に感謝ですありがとうございます主よ感謝いたしますアメー主よ感謝いたします主よありがとうございます私たちは真面目です真剣です主よ感謝いたしますアメー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 アメハレルヤ。アメハレルヤ。アメン。ハレルヤ。アメン。私は今賛美してる時ですね。天国のイメージがありましたね、天国で天使たちが、こう歌ってるようなイメージがありましてで、賛美とは何かというとですね、私たちはもちろん賛美してるんですけどなんか神様が賛美を備えてくださってその賛美のあるところにこう、いることが許されてそして、一緒に賛美ができるみたいなだからもちろん私たちは自発的に賛美しますけど、神様がその与えてくれる領域賛美の領域に入ってるみたいなそういう感じですかねその神様のね、おはようございますおはようございます神様の庭と言ったらいいでしょうか神の神様の、今礼拝中だから礼拝中だから、はい神様のこの庭、神様のこの見舞いと言いましょうか私たちは将来天国に行って、神の見舞いに出ますアメンその時に、天使たちと共に、礼拝するでしょう、その天国の礼拝を私たちは今ここで表しているわけです、ね、将来私たちが天国に行って神を礼拝します、ね、その神の礼拝を今私たちは待ち望む気持ちでこの地上で礼拝しているんですアメンもちろん比べようがないかもしれません、ね、天の礼拝はもっともっと素晴らしい礼拝です多くの人が天国行ってそれを見てきましたけどものすごい素晴らしい礼拝だそうですね天国の礼拝はもう驚くような礼拝です、行ってみたいと思います、ね、でも私たちは、その天国に行く気持ちを持って今その前味というかこの地上でこの地上でできる礼拝をができるんですアメンそしてですから礼拝に集まるということは天国を待ち望むということでもあるんです6日間仕事をして1日休むというのはこれは安息日ですで安息日というのは安息の地に入るということです天国が安息の地だと書いてありますアメン
つまり6日間仕事するのは、あ、早く週末来ないかな、早く日曜日来ないかなってみんな思うと思うんですね。でしょ。それは早く天国来ないかなということなんです。アメン。ですから今私たちクリスチャンはある意味では神様の仕事をして、私たちは生涯、自分の生涯ですね、まあ神の国のために働いているわけです。そして、働いた後私たちは安息に入るんです。アメン。しかしその安息に入るためには条件が必要です。それはイエス・キリストに会って、信仰が必要だということです。イエス・キリストに会って従順が必要だということです。イエス・キリストに会って、その神様に正しく歩むならば安息にの地に入るんです。ですから私たちは本当に自分が御心にかなっているかどうかいつもチェックしなきゃいけませんね。クリスチャンだからもう大丈夫ということではないです。クリスチャンだったとしても御心に、沿ってない生き方をしていれば天国行けないんです。天国行くためにはね、その出会いに出てるとか、クリスチャンであるとか、そのただね、その信仰生活をしていればいけるのではなくて、私たちの全生活、ね、全生活、そして私たちの心の中が神様にあって正しいかどうかということですね。アメン。ですから私たちは自分を戒めます。自分を気をつけます。本当にイエス様の御心にかなう心をしているのか、生き方をしているのか、ね、その十分にイエス様の教えを全うできなくても全うしようとする、従おうとする心があるかないかですね。イエス様の御言葉をこのないがしろに、してはいけないということです。そういう意味で私たちは御言葉をいつも聞く理由の一つは、いいですか、毎日御言葉を聞く理由の一つはその御言葉に自分を照らし合わせるということです。御言葉を聞かなければ自分の心は吟味できないんです。御言葉を聞かなければ自分が正しいかどうかわからないわけですね。で、御言葉を聞いてその御言葉に自分の心が、正しいかどうかをチェックするわけです、ね、本当に教えに従っているかどうかチェックするわけです。まあ私も含めて、十分に、足りないわけですね。御言葉通りにはならないわけです。でも皆さん、がっかりしないでください。私たちは大事なのは神様の基準は高いのは当たり前です。神様の基準は高いです、ね、ですからそれを完全に全うすることはできないにしても、少なくともそれを教えを守ろうとする忠実さ、誠実さが必要じゃないでしょうか、ね、できないからもう私はそれしないということじゃなくて、できなくてもそれを少しでも、神様させてください、少しでも御言葉を守りたいですという、そういう誠実さが必要じゃないでしょうか。そうすればね、その大事なのはどのくらいできたかじゃないんですね、その教えに対してそれが忠実かどうかということですね。誠実かどうかということです。当然ですね、クリスチャンになったばかりの人がイエス様の教えを全うはできないでしょう。なかなかできないでしょう。当然ですね。でもイエス様を信じてそれを始めたい、教えを学びたい、教えを実行したいという信仰を持って歩むならば OK なんです。アメン。ですから、私たちはいつも初心に帰ってイエス様に対して、初めの愛を持って、ね、清く正しく生きるべきではないでしょうか。アメン。今日の箇所は、ガラテヤの5のですね、13から18、ガラティアンズですね、5:13-18、ガラテヤ5章13。兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使いなさい。立法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのです。もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているなら、
お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。私は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この二つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるなら、あなた方は律法の下にいません。アメン、アメン。私たちはその御言葉をですね、非常にこうはっきりと理解する必要があります。聖書はたくさん、聖書こんなに厚いわけですけれども、これを一語で言えると書いてあるんです。皆さんすごいですね。この聖書を一語で言うならば、この14節ですよね。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この一語でもって全うされると書いてあるんです。聖書がそう言ってるんです。聖書が、この熱い聖書がたった一語で全うできると書いてあるんですね。わお、すごいですね皆さん。私たちはイエス様の教えを本当にシンプルに考えるべきです。聖書の知識をあたかもたくさんあって、聖書の知識がたくさんあって、それを全部、知らなければ聖書を知らないということではないんです。皆さん、聖書を、読むとか学ぶということは、そのイエス様の言っていることをはっきりと、分かりやすく理解することなんです。もし聖書のことをたくさん知っていても、その教えに従ってなかったら意味がないでしょ。皆さんそうでしょ。聖書のいろんなことを暗記しています、知っています。でも聖書の言っていることに従わなかったら、それは知っていることにならないのではないでしょうか。本当に聖書を知っているというのは、その聖書の言っていることに本当に、従おう、それを実行しようということが本当に大事なんではないでしょうか。私たちは、本当に、イエス様の教えを深く深く深く知りたいのです。私は、牧師として皆さんに教えていますけれど、しかし私自身ももっと深く深く知りたいのです。イエス様の真理を知りたいのです。皆さんと一緒に知りたいのです。一緒に学び合いたいのです、ね、教え合って学び合うことが大事ではないでしょうか。そして今皆さん、とてもいい時代なんですよ。今インターネットがあるでしょ、ね、インターネットで世界中の牧師のメッセージが聞けるんです。アメン。世界中の、牧師や預言者のブログを見ることができるんです。これはとても素晴らしいと思いませんか。以前にはできないことですよ。以前にはもうね、聖書しかない時代、場合によっては聖書のない時代もあったんですから、この2000年の歴史、キリスト教の歴史の中で今がとてもですね、学びやすい時ではないでしょうか。アメン。ですからね、私たちはもう、コンピューターで検索もできます。コンピューターでこういろんな考え方を学べるという、ですから熱心に学ぶべきだし、むしろ、本当に、この深く深く学ぶチャンスがあるということです。そして、今日の箇所は、これもとても単純な考え方ですけど、とても大事です。それは、聖書が言っています。つまり、その、肉に従うか御霊に従うか、私しょっちゅう言ってますけれども、しょっちゅう言ってますけど、それは聖書が言ってることですよ。肉に従うか、御霊に従うかというポイントです。このポイントで見ると自分がどっちなのかを吟味できます。アメン。肉に従うというのはね、肉に従うというのは19節にありますが、不貧困、汚れ、公職、偶像崇拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういうものが肉の行いだと書いてあります。世の中はこうじゃないですか。皆さん、世の中の行いはこれじゃないですか。つまり世の中というのは肉の行いの世界だということです。
アメン。そして私たちも以前は肉の行いの人間だったんです。私もそうです、ね、私ももう毎晩飲んでましたからね。毎晩もう何かですね、毎晩、そういう肉的な思いを持ってました。今思うと恥ずかしいですね。恥ずかしいですけど、その恥を全部イエス様が十字架で負ってくれました。もう私たちはそれを恥と思わなくてもいいんだ、あなたの罪は許されたという、まさに十字架によって私たちは解放されるのです。十字架によって過去が清算されます。そして今私たちはその、御霊に、従う生き方を学んでいます。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、理性です。クリスチャンが考えることは肉的なことではなくて、御霊の実を結ぶ生き方です。皆さん、私たちははっきりと知らなければなりません。肉の行いからは何の益もないということです。肉の行いは汚れているということです。肉の行いは御霊に逆らうということです。肉の行いは神様を喜ばすことはできないということです。アメン。私たちが求めるものは神様が喜ぶものです。神の御心にかなうものです。そしてそれは自分にとっても家族にとっても周りの人にとって益となることなんです。皆さん、私たちに必要なものがあるのです。それは御霊の実です。なんか音が聞こえるみたい。あ、ここ御霊の実を結んで、皆さん、私たちはこの世の光となるべきですね。アメン。今本当に事件が多いです、ね、この間中一の、男女が殺されたという事件があって痛ましいですね。なぜあんなことがあるんだ、なぜあんな人簡単に人を殺すのか、なぜあんなことがあるのか、これは肉の行いだからです。この肉の行いに、公職ってあるじゃないですか、ね、その公職が原因であのような殺人事件があるんです。聖書の言ってることは真理です。この20世紀にも適用できるんです。ニュースになるあらゆる犯罪は全部肉の行いなんです。全部肉の行いなんです。政府は知りません、この世は知りません、心理学者は知らない、ね、この世の知識は知らないんです。本当の原因を知らないんです。本当の原因は知らなかったら解決できないんです、ね、こういう事件があった、こういう事件があった、こういう事件があった、問題提起で終わっちゃうんです。本当にそれを解決するためには聖書を学ぶ必要があるんです。皆さんはそれを学んでるんです。皆さんはその答えを知っているのです。皆さんはそこから離れることができるのです。皆さんはそのような汚れた肉の行いから離れることができるんです。そればかりではなく、本当に人々が必要な御霊の実を結んでるんです。ですから励んでください。信仰に励んでください。皆さんの、ね、選んだ道は正しいのです。皆さんのイエス・キリストにある道は素晴らしいのです。尊いのです。皆さん、しっかり喜ぼうではないでしょうか。サタンに騙されて、ね、この世の方が面白いよ、この世の方が楽しいよ、この世の方が益となるよという嘘に騙されてはいけません。サタンは嘘つきです。セイタン is a liar。 セイタン is a liar。 これは大事な暗証聖句ですね。多くの人はサタンに騙されています。人間が、エヴァとアダムがサタンに騙されたように、多くの人は今サタンに騙されています。目覚めたのがクリスチャンです。サタンの嘘から目覚めたのがクリスチャンですよ。私たちはもっと目覚める必要があります。もっと目覚める必要があります。もっと神の光に目覚めて、真理をはっきり理解し、真理のうちを歩まなければならないのです。そのためには皆さん熱心になる必要があります。熱心に学びたい、熱心に学びたいという気持ちが必要です。私たちはイエス様の弟子です。アメン。弟子です。今時弟子という言葉はあまり使わないかもしれませんが、
イエス様が先生で、私たちが弟子です。私たちはイエス様から学ぶことによって成長します。皆さんが成長してほしい、皆さんがイエスキリストに会って成熟してほしい、神の子供としてわきまえてほしい、霊的なことが理解でき、その善悪の判断ができ、霊的な判断ができて、皆さんが良い実を結んでほしいのです。皆さん今教会の時代です、ね、あ、今最近は教会の時代から御国の時代というふうにも言われてますが、これからは御国の時代です。神の国の時代と言われています、ね、それは今、花婿であるイエス様が花嫁を迎えに来る教会が、その立て上げられて、神の国が表されてくる国時代だということです。皆さんそういうわけで、今皆さんが学んできたことをそのしっかりとまとめて、皆さんの信仰生活のこう一番こう成熟した、考え方をまとめてですね、今はっきりと信仰に立って歩む時ではないでしょうか。今まで学んできました。それをしっかりとポイントをつかんで、ね、自分はどうなんだ、自分はどう生きるべきなんだ、何をするべきなのか、神様は何を求めているのか、神様はどのように働いているのか、サタンはどのように働いているのか、はっきり見分ける力を私たちは受けているんです。御霊によって導かれるのです、ね、私たちはもう肉の行いに、ね、影響されてはいけません。肉の誘惑に負けてはいけません。はっきりと肉を捨てるのです、ね、そこに、ですね、24節見ると、キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。十字架というのは、ご自身の、肉が裂かれている姿でもありますが、私たちの肉をイエス様が、葬り去ってくださったということです。皆さん、この世の人たちは肉で生きていますけど、私たちの肉は十字架につけられたと信じましょう。私たちの肉は十字架に作られて、もう葬り去って、私たちは信仰によって生きることが許されてるんだということを信じましょう。それがとても大事なポイントです。これは、私たちがもうクリスチャンのポイントの大事なポイントです。御霊によって生きるということです。肉によって歩んではいけないということです、ね。私たちが、ね、苦しむのは肉によって苦しむんです。肉の思いが出てきたときに私たちはつまずくのです。肉の思いが出てきたときに私たちは不信仰になってしまうんです。肉の思いが出てきたときに私たちはトラブルが起きるんです。アメ。肉の思いが来たときに神様は喜ばないんです。私たちは神様を喜ばすために生きてるんじゃないですか。そうすれば私たちの肉を、ね、それを捨て去らなければならないんです。旧約時代に、ね、全焼の生贄とか、ね、その、この捧げ物を焼くという、ね、祭壇があります。祭壇、私たちも自分の心の中に、祭壇があって、私たちはその神の火によって私たちの肉を焼きましょう、ね、私たちの肉を焼いて肉がなくなって、ね、清い心だけが残るように、清い信仰だけが残るように、私たちの肉を焼き尽くしましょう。そのためには聖霊の火が必要です。聖霊の火によって私たちの心は清くなるんです。神は焼き尽くす火だとも書いてあります。神様は私たちの心の中におられることによって私たちの肉が焼かれます。そうしなければ、ね、もし私たちが不信仰で生きるならば、ね、未信者の人たちと同じように地獄の火で永遠に焼かれてしまうのです。地獄の火が、その地獄に来た人たちを焼くというのは、ね、それはもう、神の火で焼かれたのではなくて、神様に対して正しくなかったので地獄の火で永遠に焼かれるという意味なんです。ですから私たちは、地獄の火で焼かれるのではなく、今私たちが、ね、救われるチャンスがあるときに神の火で焼かれる必要があるということです。私たちは信仰に燃えることによって清くなるのです。
信仰は燃えなければ清くならないんです。アメン。清くなることを追い求めましょう、ね、清さを追い求めるのです。英語ではホリネスと言いますけど、清さというのがとても大事です、ね、私たちは言葉において、考えにおいて、行動において清くするべきです。肉の行いを本当に捨てて御霊の行いを求めるのです。良い実をたくさん結ぶのです。御霊の実を結ぶのです。私たちは熱心になる必要があるんです。もう時は短いのです、この世は、ね、そのような証人が必要なんです。この世はモデルが必要なんです。神様の栄光は必要なんです。人々には神の光が必要なんです。皆さんが世の光となって輝かすことができるんです。皆さんはチャンスがあるんです。皆さんは神様に用いられるのです。今輝きましょう。今輝きましょう。アメン、アメン、アメン。神様という方は正しい方です、ね、素晴らしい方です。すべてのことが、その約束されていて決められていて秩序のあるお方です。神様の言葉に矛盾がありません。神様は、本当に正しく、命令されています。そしてその救いに預かることも、イエス様と契約をする者が十字架の贖いによって救われるのです。コンピューターは正確ですけど神様の秩序はもっと正確です。この世の契約も厳しいですけども、この世の契約厳しいですよね。ちょっと間違ったら契約なりませんね。この世の契約は厳しいですけど神様の契約はもっとちゃんとしています。私たちが本当に、イエス様と契約するということは命がけなんです、ね。この契約を破る者は、死刑に遭うというのが、カベナントです。カベナントというのは神との契約です。ニューカベナントが新約ですね。私たちはイエス様と契約を結んでいます。これは命がけの契約です。しかしこの契約によって救われるわけです。アメン。ぜひ皆さんこの契約をないがしろにしないで、もう本当に命がけで大事にしてください。この契約がなければ救われないのです。つまりイエスキリストに会って正しく従っているかどうかということです。信じているかどうかということですね。私たちは偶像があってはいけないということです。あらゆる偶像を捨てて、あらゆる偶像を捨ててイエス様だけに従うのです。アメン。イエス様の教えだけに従う、これが契約です。天のお父様、私たちの信仰弱いです。許してください。イエス様、あなたに聞き従いたいのです。あなたを裏切りたくありません。あなたに罪を犯したくありません。あなたに喜んでもらいたいのです。あなたに、忠実なものと言われたいのです。どうぞ御霊に導かれて私たちを守ってください。成長させてください。サタンに打ち勝つもの、そのつまずくものではなく、あなたに会って固く立つもの、あなたに最後の最後まで従っていく弟子とさせてください。霊的な戦いが激しいですし、これからも多くの人がつまずくと予言されています。愛が冷えるとも書いてあります。リバイバルの後に、困難が来ますけど、どうぞ兄弟姉妹がそのサタンに騙されないで最後の最後まで信仰にとどまり安息日に行くことができますように、誰もこの道から外れることがないように守ってください。サタンから守ってください。
サタンから守ってください、この世から守ってください、嘘から守ってください、あなたの光が日本に輝きますように、あなたの福音の光が、十字架の光がこの日本の上に輝きますように、輝きますように、イエス様の御名によってお祈りします。アメン、アメン。この割るときに十字架の痛みを覚えて割ってくださいね。あなたの隣人を自分のように愛せよ。私たちは、神は愛ですとありますが、この神の愛を表すことが御霊の実です。御霊の実は愛、喜び、平安です。皆さん、そのようなものにされたことを喜びましょう。神の愛を表すことが許されている、神の愛をで生きることが許されていることを喜びましょう。肉のことで満たされようとしないで、御霊にあって神様に感謝することを覚えましょう。満ち足りてください、ね、いろいろな不足があるかもしれません。いろんな、困難があるかもしれません。問題があるかもしれません。でもあなたの恵みは十分です。あなたの恵みは十分ですとありますから、皆さん、満たされてください、ね、満たされてください。天のお父様、感謝します。どうぞ、リスナーの人たちを祝福して、今日の御言葉をしっかりと、心に、刻むことができますように、あなたの御心をはっきりと知って、あなたの御心と同じ思いを持つことができますように、神様と同じ心を持って、隣人を自分のように愛するということがいかに御心かということを理解し、憎んでる人がいたら許し、嫌いな人がいたら好きになる努力をできますように、また全ての人と平和を保とうとする努力、あらゆる暴言、暴力を悔い改め、私たちが暴力的な行動や、暴言を悔い改めて一切やめることができますように助けてください。神の子として歩めるように、神の子として非難されることがないような生き方ができるように、一人一人をあなたが作り変えてください。成長させてください。日本にリバイバルが来ると信じます。素晴らしい神の栄光が日本の上にあると信じます。どうぞイエス様、あなたに上からきます、表してください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン、アメン。今朝思ったんですけど、血液っていうのは酸素と栄養を運びます。そればかりではなく、血液っていうのは白血球が入ってます。で、白血球っていうのはばい菌とかウイルスをこうやっつけるわけですね。イエス様の血は私たちの中の、いろいろ悪いものを食べてくれるわけですね。それは、
御霊に従うことです。御霊に満たされることによって私たちは健全になり、癒されて清くなるんです。御霊によって清くなるんです。イエス様の血によって清くなるんです。清くなりたいですか？清くなりたいですか？成長したいですか？アメン、アメン、ハレルヤ、アメン。はい、皆さんありがとうございました。ぜひ皆さんが、肉の行いから離れてほしいと思います。肉の行いから離れて、御霊に導かれて信仰で歩んでい、ってほしいと思います。今週1週間そのような気持ちで歩んでください。それでは皆さんまた明日、シャローン、シャローン、シャローン。